はい、パーツ石破です。テンクルコーポレーション所属、振付師タレントをしております。ですね、今日はですね、私の、芸能仕事1週間どんな感じなのかというね、お話をね、しようと思います。まずは、突発的なものももちろんあったりとかね、あとはその、打ち合わせとか、撮影とか、いろいろあります。そういうのはちょっと置いておいて、まずは決まりものの話をしようかなと思うんですけれども、月曜日はですね、まず、プライベートのこといろいろやろうかなというふうに思ってるんですけど、大体は、ものづくりの、日にしております。資料をいろいろとこう読んだりとか、物書いたりとか、そんなことですね。演出プランを立てたりとか、振り付けだったりとか、そういったものがある場合はそれを考えてたりとか、基本的にはそういったことをしております。火曜日はですね、事務所の稽古場、で、夜、6時から10時ぐらい、の時間帯でね、毎週、実際にこう体を動かして稽古したり、作品の映像をちょっと撮ってみたりとか、そういったことをしております。舞台前はね、当然そこの、舞台練習にこう持って行ったりとか、なので火曜日はいつもこう疲労にいて、稽古したりとか、ものづくりをしております。水曜日はもう、アニメーションダンスクラスの稽古でございます。レッスンですね。それを、夜行っております。木曜日はパントマイムのクラスのレッスンをしております。金曜日また、事務所の稽古場に来まして、披露なんですけどね、行きまして、表現ドラマチックというね、 YouTube の、生番組の配信をしております。で、その後、配信後は、今は、やついフェスに向けて2023のね、企画で、みんなが集まって、今現時点で決まっている出演メンバーたちを集めて、で、振り付け作ったりとか、構成作ったりとか、そういったことをしております。金曜日だからなかなかちょっとボリュームあるんですけど、土日はですね、大概は、何でしょうか、こう、イベントとかに出演したりとかしてるんですけれども、そうね、ダンスイベントの、スペシャルゲストライブとか、審査員とか、あとは、地域のものを出演するものあったりとかするんですけどね。なんですけれども、どちらかというと、僕その辺のイベント業はちょっと抑えめにして、で、土日も割と振り付け作ったりとか、作品作ったりとか、調べ物したりとか、割とそういう感じですね。あとは、でもワークショップ行ったりとか、そういったものもあります。なので、割とその、土日はね、本番、ワークショップ、そういったものです。ない時に、主に、作品作りをしているような感じでございます。なのでね、基本的にその、休みはないですよね、当然。自分の中では今、月曜日を、一応こう体を休める日にしようと思って、そのようにはしてるんですけど、何もしないで休んでるってことは、ないですよね。そういった感じで、私の1週間でございます。あとは、そうですね、児童館とか、施設とか、そういったところは割と平日の昼間行ったりとかすること多いですね。あと、打ち合わせ、特にそのメディア関係の仕事の打ち合わせは大概平日なんでね、平日の、午後とかよくあります。そんなところかな。なので、時間の割り当ては、そんな感じでやっております。ありがとうございます。
まあ、というわけで、私の1週間でした。バイバイ。